タークシン、または、タークハク神は、大のトンブリーの王。家境として、大の君主となった。中国名は、帝神、帝明、または、帝国栄。清史実録は、漢音直、姫宮美神、帝明と呼ばれる。同じ中国系大人であるタクシンチナは、虎、タクシン名の人物と混同されるが、タークシンとタクシンは、イ語の綴りが異なり、別の名前である。 徴収出身の家人で、賭博場から税を徴収する役人亭の子として生まれ、父から帝信と名付けられた。幼い時に、大族のチャックリー伯爵という管理の養子となり、養父から信と名付けられた。5歳の時に寺に入って13歳まで学んだ後に、あゆた屋で士官した。その後も、区内の外国人学者たちに、積極的に教えを行うなど学問に励んでいたという、 21歳で、大族の伝統にのっとって出家して24歳で、現属し、王の故障となる。タークの監察官に任命され、在任中に知事が死ぬと、知事職に就いた。この時、ターク知事の称号に、本名の、シンが付けられて、通用名、タークシンとなった。対面戦争で、ビルマのコンバウン王朝の軍が進行してきた際、タークシンは、 カンペーエンペットの知事につくため認知へ赴むこうとしていたが、急遽、アユタヤの防衛に加わった。しかし、A カタット王が、大砲の音で鼓膜が破れるのを恐れて、大砲はチンの許可を得てから撃てと命じたにもかかわらず、無断で砲撃したタークシンは罪を問われることになった、ためにラヨーンへ出奔する。タークシンは拒兵すると、チャンタブリーを制圧した後、 長州系家人を集めてチャオプラヤー川を遡り、アユタヤへ向かったが、すでに、アユタヤ王朝は滅亡し、ビルマ軍によって、アユタヤの町も徹底的に破壊されていたため、1767年、下流のトンブリーに王朝を建てた。これが、トンブリー王朝である。タークシンは敵対するピサヌロークや、ナコーンシータンマラート、ピマーアイ、プラファーンなどの諸勢力を破り、 さらにランナー王朝を復従させた。さらに、アユタヤ王朝の属国であった、カンボジア、ラオスも回復した。在15年間の大半を戦争に費やした、タークシンを支えた将軍がチャックリー公爵である。文化の面でも、業績を残しており、アユタヤ王朝末期に散逸した文献の収集と、整理にも力を入れた。タークシンの編さをした、ラーマキエムは、 多数ある半本の中でも最も良いものとされている。また、三島由紀夫の小説、暁の寺ーーで知られる寺院はとンラーチャゃラーラーム、を修復するなど、仏教も手厚く保護した。タークシンは、自分が、中国系で、アユタヤ王朝の王家の血を引いていないことに強い、コンプレックスを抱いており、次第に、精神作乱をきたすようになった。例えば、陳は、 アラカンの境地に達したと言い出し、僧侶に自分を礼拝するよう命じたが、タイの仏教では、僧侶が民間人のアラカンを礼拝すること、禁じているために数名の構想が断った。これに起こったタークシンは、彼らを捕らえて、僧石を剥奪し、鞭打ちの刑に処した。このことは民衆に衝撃を与え、各地で反乱が起こり始めた。また、鉱山の税務官が職権を乱用したことも、 民心の離反を招き反乱の原因となっていた。タークシンは三白爵に反乱鎮圧を命じたが、三脱を狙った三白爵は帰って反乱者を集めて、トンブリーを攻めて殺傷につき、タークシンは出家を強いられた。この時、マハーカサットスック公爵がカンボジア遠征から戻り、民衆の支持も得て国権を掌握した。1782年4月6日、タークシンは マハーカサットスック公爵によって処刑され、トンブリー王朝はタークシン一代で滅亡した。1980年代より約20年間発行されていた20バーツ紙幣の裏面に肖像が使用されていた。現在では2015年2月26日より新たに流通された100バーツ紙幣の裏面で肖像が復活した。ありがとうございます。